5、6ということで、このところうちの時計正確ですね。今6時25秒ということですね。正確な時間で6時25秒。ちょっと暖房入れますね。もう木曜日。早いですね、木曜日。それで、閲覧者数1って入って、もう早速見に来てくれ、くださった方もいるってね、本当にね、ありがたいですね。なんかこの、世の中には、こう、不思議なこと、珍しいことがいっぱいで、いっぱいでって言ってもなんかね、陳腐っていうか、やっぱり具体性を持って言わないと、具体性を持ってね、言わないとね、あれですけども、抽象的な言い方をすると、抽象的な話になるし、何を言おうかって思いながら、昨日とつい、今週入ってから何、ヤクの協会っていうね、京都府と兵庫県の県境、福知山市、今福知山市に編入されてるのね、夜が久しい野原、夜が久しい野原ってなんかすごい名前だよね。ドラマの、ドラマの何かに使ったら良さそうなね。で、そこにバーンとすごい大きな教会堂が建ってるって、その言われみたいなね。その話をちょっとひとしきりやってたわけですよ。こういう教会堂が、人口がね、5000人ぐらいしかない町なんですね。この役の町って、ね、そこにこんな教会が、弁当立ってるとこすごいでしょ。で、これ、これなんかね、テレビのロケかなんかに使ったらいいかもしれないですね。で、場所が不便なんでね、大阪市内から高速道路使っても1時間半。神戸からも不便だし、京都市からも不便っていうね、とんでもない三不便なとこですよ。で、ここの町の人は福知山の方にだいたい買い物とか行くんだけど、それもちょっと遠いんで、そうじゃなくってこっちへとかね。こういうね、夜の夜が久しい野原。夜久しい野原。で、これで書いてるわけですわ、私が一本ね。こう、大阪に扇町教会っていうのがあって、扇町教会を、の牧師っていうかね、その、これが、この牧師さんが若い時、この中央ニュースっていうのはそうですよ。だから、このクリスチャン新聞に記事が出たのが70何年か。この時点でもう過去の話、昔の、この時点で昔の写真ね。私が大阪で開拓伝道を始めた時にこんな感じでした。ね。それが大きな教会になりましたっていうね。大きな教会ってどんな教会かっていうと、扇町教会ですね。パッとこうクリックしますと、まあ中の感じ、まあおしゃれな感じですよね。おしゃれな感じ。で、ボーイスカウトがあったりとか、幼稚園があったりね。幼稚園持ってる。だけど、宗教法人と、幼稚園は多分学校法人でやってるんでしょうね。ホームページは移転しましたとかって、幼稚園専門のホームページがこういう感じですね。日本キリスト教団。敷地は同じなんだ。ね、こういうふうに園庭持ってて、大阪市内ですよ。割と繁華街って表現して、なんかこういう表現を園庭の公開とかね、別にそこの園児じゃなくっても、街の中でね、遊べる場所って、子供が安心して遊べる場所って貴重ですから、こういうのがある。こういう地図があってですね。
入園案内っていうのに教会のイラストを前面に出してるキリスト教主義ですよっていうことをね、すごく歌ってるんでしょうね。阪急梅田駅から徒歩10分、いいとこやん。 JR 大阪駅から徒歩約15分っていうようなところに大毛町教会あって、そこの教会を戦争が終わる10年前、1935年に中道、すごいね、秀才、英春っていう言葉使ってたので、英春っていう言葉はあんまみんな分かんないだろうから秀才っていう言葉に変えたんですけど、留学したりね、アメリカ留学ですよ、戦前の話でアメリカ留学して、ちょっと学校の名前まで忘れました、2つぐらいそういうとこ留学した先生がどっか東京にいたんですかね。で、まだ日本キリスト教団が成立する前ですよ。だから旧教派、同志社の系統なんですかね。その教団の代表者のことを、通りって書いてました。通りって。この中道先生が書いた文章ね。ご本人が書いた文章。クリスチャン新聞の記事ですけど、通り。ね。昭和10年。昭和10年に、大阪に来て初説教したっていうようなね、その記事がクリスチャン新聞、そういうのが載って、この特集っていうのが、その牧師さんで30年40年選手の、もう非常にこの大ベテラン牧師に大いに語ってもらうっていうようなね、あれ、その記事どこ行ったかな。その記事が、ちょっと今ね、開いてたんですけど、こういうね、1974年の何月何日後？ 12 月21日後。これね、こういうふうに、今 PDF をたくさん開いてまして、こういう状態なんですね。トロ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 っと。で、こうご覧になって、結局これ、その年の一番終わりの号、1975年12月21日とか、1967年12月17日号、これクリスチャン新聞創刊の年で、1967年ってね。うん。始まった7月ぐらいなんだけど、1967年12月17日号には、この1年ってこれ、1月の出来事から書いてるっていうところが、いとおかしなんですね。今言ってたのは1974年の12月だから、1974年の12月22日。ん？ 74 年12月、あれ？ 74 年12月22日って書いてるけど、まあ多分これなんでしょう。ね？多分これなんでしょう。ちょっと待って。違うの？違うんか？困ったね。困ったですね。あれ？ちょっと間違うと、でもね、こう脱線してもね、サンソンに福音の日とかね、こういうのを見たらすごいやりたくなるしね。1970、ちょっとね、中道先生の話はちょっと見といて、これが思わず目に入っていまして、この人たちね、三村に福音の日、総動員伝道の結実として、一人の青年の救い、福音の前進、で、これがね、見開きっていう風情ですね。これが12ページだから、これクリスマス号で一部二部立てなんですよ。ほんで、これ最終ページなのかな？こっちがこう、縦線で閉じてないので、見開きの一部っていう感じ。これがね、ページ数がね、正しく入ってないんですよね、こいつがね。不便でね、これ一生懸命ね、今の編集長の息子さんがしこしとね、
12と続くページって11ページか。だこれ単発のページなんだ。見開き特集でもなく、ああこっち閉じてるね。最終ページっていうことはありえないですね。13ページってね。今12ページ、14ページってのがあるの？14ページ、ああ12ページ、あ、福音の前進、その前がこれみたいなね。1974年、すごいね。74年。74年って今から50年前じゃん。50年前じゃん。一人が一人の魂を追い求め。これが、あの、大きい朝日新聞とか毎日新聞と同じ大きさの新聞の、パンと見開きにして、左のページですよ。ね。左のページ。うん、4人の受選者が与えられ、やればできると確信。谷四郎。この人まだご存命でしょうかな。それで、こっちが、それのパーンと見開きの右面ですよ。福井の光、1947年、福井の光、前進ね。そのトップですよ。両開きのトップ。ね。クリスマス号。ね。特集号の。ここにも神の真実の御業、山村に福音の光。こう、私、このやっぱりこのデザインとかね、それを思わず見ちゃうわけですね。活字の大きさとか。1、2、3、4、5、6段見出し。6段見出しっていうことで、非常にこの記事に重きを置いているって写真もね、3段でこう入ってですね。という、この青年ですかね。右の人、左の人。うん、和夫さん、左。この左の方です。で、母親の村上さよさん、名前まで書いてる。米子ですよ、米子。米子良いとこっていう。米子って何県だっけ？島根県？米子？鳥取県？どっちでしょうか。あ、山陰地方、鳥取県って書いてるわ。前文。ね。米子発。山陰地方の鳥取県は日本海と中国山脈に挟まれ、面積の 90% が山間丘陵地帯である。こういうところから書き始めるって非常になんていうかね、この客観性っていうか、最近 SNS とかも見てたら、なんかもう、みんな自分の世界に入ってて、私は何の何兵衛というものでどこに住んでおりまして、こういう背景を持ってるものなんですが、ってそういうのすっぽかしていきなりパーンとこう、ね、思うことを、最近のなんとかはなんとかだと思うとかってね。はい、まあそれがもう当たり前の世界ですけど、クリスチャン新聞の記事はその米子の記事を書くのに、山陰地方の鳥取県はっていうところから書き始めると、非常にこの客観性のある文章を書こうとして、そういうものを重んじてるっていう感じね。冬には日本海から吹きつける季節風が雪を呼び、ことに山間僻地伝道の足を妨げる。僻地っていう言葉は今同様でしょうけど、僻地伝道を妨げる、だからいわゆる非常に不便なところ、さっきの役の教会と同じですよね。役の教会、中道先生が自分の故郷だっていうこともあって開拓伝道してですね、扇町教会が非常に盛んになってきた、そこを足がかりにして、当時片道何2時間とか3時間とかかけてとかって書いてた気がするね。それで中道さんが自分が行くだけじゃなくって大井町教会の関係者ですね、みんなで応援に行くとか、あるいはその大井町教会の息のかかった教育者というかね、教職者というか、そういうのを派遣して在住者も大井町から送ってっていうことがあったんでしょうね、きっと。だけどそういうのがだんだん薄れてきて、一番最後はあの中道先生の娘さんとか姪御さんとかが細々と守ってたけど、それも一身上の都合で離れることになって、その後に辻元先生っていう人がね、とっても中道先生に恩義を感じてる、今でいう高専ですよね、工業専門学校の生徒で、あの中道先生が英語を教えに来てた。でそんなことがきっかけで自分も扇町教会に出入りするようになって、クリスチャンになっちゃって牧師にまでなっちゃった。
辻本先生って名前見たことあるわ、そういえば。あのビリー・グラハム大会っていうのを1980年にやりまして、大阪は日生球場、今は亡き日生球場でやったんですね。そういうところに運営側ね、なんとか委員長とかっていうので辻本先生って入ってた気がする。で、辻本先生が弱い80を超えてね、扇町協会名誉牧師っていうタイトルもあるし、自分が開拓演奏して千里聖愛協会ね、千里丘陵に大団地がバーンとできてですね、それもちょっとリンク貼ってますからね、見ましょうかね。もう至り尽くせりですよ、私のノート記事ってね。至り尽くせり、千里、聖愛協会っていうのがリンク貼ってる。これは辻本先生ですね、中道先生の弟子であるところの、そら牧師たるもの教会の一つ二つ自分の代に新しく作らなきゃっていうことなんですが、それでもなんか話が持ち込まれたのかもしれないね、日本キリスト教団に。そのそういうことはよくあったんですよ。新しい団地ができる、そこにこの教会をね、一つの精神的な中心地として作ることはできませんかって、そういう申し込みがあって、そういうパターンでできた教会ってのは全国にいくつかあるんですよね。例えば津市なんかにもあるんですよね、うん、津ルーテル教会っていうのなんかね、結構大きな建物のたくさんの人数が集まった教会、発端はそういうニュータウンができてくるときに招請されてキリスト教会できませんかということでできた教会ね。うん、これもそういうパターンかもしれませんし、まあとにかく過去にも日本キリスト教団千里聖愛教会、これ辻本先生が開拓伝道してこういうのができたね、千里聖愛保育センターね、保育園ですね。教会ご紹介します。保育室より初めての方へ。保育センターってどんなんやろ、なんかなかなか立派な教会ね、ステンドグラスも入ってるしということでね、入園をご希望の方へ。千里センター、あーこれ同胞幼稚園か、教会割とね大きい教会でもね、こうホームページがもうちょっとこういうふうに充実させたらいいのにとかって思うことがねよくあるんですよね、教会の年間行事とかで。大体教会行こうかっていうような人は、ホームページで覗いて、気の利いたとこか変なとこでないかとか見といてね、行くわけでしょうけど、割と大きい教会の、辻本先生ですね。神謡の中に十って入ってるね、辻本先生。その人が中道先生、中に道路の路って書いて中道先生の、まあ弟子にあたるわけなんですね。うん、辻本、そういうとフルネームを言わないといけなくなってくるんだけど、フルネームが辻本、正一先生、昭和の一と書いて辻中正一。辻元って言ったもん、辻中正一牧師、中道牧師のまあ後継者ですよね。で、辻中正一牧師も千里聖愛教会開拓したりして、でそっちの方も名誉牧師ですよ。だからちゃんと年金とかもね出るように多分してあったでしょ。ところが80超えてからね、その役の教会がまあ無牧になってちゃった中道先生のね、関係の人が細々と担当してたのがそこを去るということになって、いわゆる無牧の状態、さてどうしたらいいかって、その時にこの辻中先生がその神様の声を聞いちゃってですね、その神様の声を聞いちゃってって、これは PDF で本人が書いてる文章っていうのを見つけたわけ。すごいね、便利な時代便利な時代なんですよ。でこれが開くとね、
日本キリスト教団京都教区ニュースだから、青年部の人たちがツアーを組んで、え、教区内の教会訪ねた。こういうのは好きなんでしょうね、京都教区ってきっとね。2007年時点ですよ。これ青年会じゃなくて教区で出してるわけだけど、こういうふうに活字媒体で、で、これ四角が開いてんのは、これ元は写真が入ってたけど、PDF にするときに抜いたのかな。で、この中に、ね、ちょっとね、今ね、ピンポンってなっちゃったのでね、すいません。はいはい。すいません。なんかね、ほんと生放送だから、こう、娘宛になんかアマゾンから届いて、娘宛にこう置いとく。置いといてですね。出ないわけにいかないからね。いて中で声してるの寒いところね。配達の人とかも。大変ですよ、こんな寒い寒いところね。こんな夜遅くまでね。もっとその、ソーシャル。エッセンシャルワーカーとかそういう人たち、ね、非常にこう基本的な暮らしを支えてくれてる人たちの待遇っていうのは良くならないと、日本はね。で、この京都教区ニュースの中に80歳からの開拓伝道っていう記事がね、80歳からの開拓伝道。バンとこれ、じゃ本当ですよ。写真はないんだけど、薬の教会、辻中正一、薬の教会ってどっかで見たことある名前だなと思ったら、そうですよ。辻中先生の恩師である中道先生が、ね、中に道路の道の中道先生がね、大秀才、ね、だけどもう戦争にだんだん戦争に入ってきてる終戦の10年前、君は大阪で開拓運動しなさいって言われていって、ね、ゼロから始めて、ああ大きい教会にした。ね、大変な秀才だけど、実行力も、力も、ね、胆力もあったんでしょうよ。ね、大木町教会って作って、そこで自分も、ね、工業学校の生徒だったのが、この辻中さんも結局戦争で航空隊、ね、偵察機乗りになるという訓練を受けてたところで、終戦迎えて、もう虚脱状態ですよ。多くの人がそうだったわけですよね。その兵隊に行ってたような人と、まあ、ピュアというかね、日本は正しいことやってて、神風が吹いて日本が勝つんだと思って、精神論で一生懸命やってたのが、負けましたということでね。だけど、まあ、父親に諭されて、工業学校に行って勉強したらどうかって勉強してるときに、この工業学校の英語の先生として中見先生がやってきて、で、伝道を受けてクリスチャンになって牧師になっちゃった。ね。創設者中道島尾牧師は私ども夫婦にとっての大恩人であると。その中道先生夫妻の娘さんで、十数年役のでロークされたのは中道春代牧師で、娘さんなんだ、中道先生の。娘さんが十数年役の教会責任持ってやったんだ。私もその間何回となく役の教会に応援に出かけた。ね。平方美代子牧師も同様に役のを支援された。平方美代子さんってどういう関係か分かんないけど、これ読んでる人には分かるんでしょうね。京都の人なんでしょうね。一身上の都合で、その中道先生の娘さん牧師が辞任を表明されたため、役のの今後をどうするか。いろんな関係者にとって大きな問題。夜中の1時から3時ごろ、夜中の1時からさ、草木も眠る牛蜜時、一人アシュラム。アシュラム運動っていうのがあって、祈りの運動なんですよ。
成長、静かに聞く。ね。そういうモットーで、その、イエス様のおっしゃることを、イエス様を通して父なる神様をおっしゃることを、聖霊を通しておっしゃることを、それを自分の要求を押し付けるんじゃなくって、神様の方が私に何をね、求めてらっしゃるか、語りかけてらっしゃるか、そういうものをきちんと聞いて、掴もう。まあそういうことを含んだ運動ですね。アシュラム運動っていうのがね、あって、アシュラム運動のメインパーソンはね、日本でアシュラム運動と言ったら、アシュラム運動を起こした人。あのね、ここまで名前が出てくるんだけど、榎本先生だ。榎本、今息子の榎本めぐみさんとかっていう人がやってるんですけど、榎本武雄だったかな、榎本安岡安郎、保つという字に一郎二郎の郎と書いて、チーロバ先生っていう愛称でね、榎本安岡、これね、ウィキペディア、これ読み仮名がだいたいインターネット、読み仮名がついてないのが、榎本安郎先生ですね。原田信郎じゃなくって、榎本安郎先生なんかが提唱して、アシュラム運動、その榎本安郎先生っていうのも同志社で、結構ね、名物人物で、まあスケールのでかい人物です。やっぱり戦争絡みでね。やっぱり虚無に陥ってどうしたらいいか、自分の生き様として、で、なんか淡路島の出身でね、近所のこうクリスチャンのお家、戦時中非常に苦労したけど、すごいその方が人格者で、もうなんか人から寄付された屋敷に住んでた。なんかその辺ね、チーロバ先生っていう本があるので、それを買って読んだらね、詳細にわかるでしょうけど、とにかくそこで伝道を受けてクリスチャンになって、でもそのキリストのために生きるぞって、同志社神学部行ったらなんか学術的なことばっかりやってて、しらけちゃって、出奔しちゃって、お寺の小坊主やってたと、お寺の坊主やって修行してたわけですね。頭を丸めて。で、お父さんがもうあっちこっち探して、やっと見つけてね。で、漫画にもなってるんですけど、そこのお師匠さんがね、お父さん、帰るかって言って、帰ります。で、お師匠さんの方はすごい残念そうな顔してね、見込みのある青年だったのに。そういう場面も漫画でも描かれてましたけど、で、進学部の先生たちはもう冷えちゃってると、情熱なんかないじゃないかって批判して、ね、仏教に行くぞって言ったら、そっから引き戻され、結局また勉強して、で、もう学生の間からいろいろ新しいことを始めてですね、洗礼受ける前から伝道して、教会もう作り始めちゃって、幼稚園も始めちゃって、みたいなね。もう大変な人物なんですよ、榎本康郎先生。とか、その先生が自分の力でね、やっても限界があるから、やっぱり神に祈ってやらないといけないっていうことが分かって、それで始めたのが、まあ取り入れたのかな、アシュラム運動で、そういう流れが大きな影響を与えてね、チーロマ先生っていう本も、それからその、講習会、アシュラム運動の会もね、全国レベルでやって、もう世界を飛び回る榎本康郎先生でしたから、その影響を受けた辻中先生でもあったわけですね。一人アシュラムを続けてる中で、その中で私は役の域を示された。示されちゃったんだ、神様から。ね？誰か上司に言われてとかじゃなくって、そんな80何歳のじいさんに、ちょっと、ちょっとしばらく焼くのに行っていただけませんでしょうかなんて言える人はないよね。だけど神様が辻中先生に示されたっていう言い方はすごい微妙だよね。もうクリスチャンならではの表現ですよ。なんていうかね、インスピレーションが与えられたのか、まあ場合によってははっきり焼くのっていう言葉を聞くとかね、焼くの教会の風景がパーッと見えるとか、それは人のタイプによってね、またその時の状況でね、いろいろあるわけですよ。だけど、辻中牧師は、その中で役の行きを示された。そして、本年4月より牧会を開始した。実質上の信者は3から4人、求道者は0。
祈祷会、蒼天祈祷会を私一人で守っている。蒼天祈祷会。これはアシュラムなんかで非常に重んじてるね。だから別に一人で祈るのも教会の蒼天祈祷会ですよっていうので祈るのも、まあある意味同じなわけや。ね。祈ってる人にとっては、で聖書を学ぶ会月1回出席者2、3人っていうところでやってますよって、その何年後が後に召された、亡くなった。で、それにたまたま出席した女性のそのブログはね、私出てきまして、本当インターネット便利だよね。キーワードを入れて、したら出てくるわけだから、もう全くその辻中先生と、何のゆかりもゆえもない人が、それの、まあ、お葬式でもなくて何、忍ぶ会っていうのね、出てですね。で、その最後っていうのを耳にするところになって、奥さんが、ちょっと待って、そのまま読みますと、明くる日曜日に同じように朝4時に、起床し、奥様が眠られてる隙に、京都福知山奥地の役の教会まで出かけ、帰宅して非常に疲れたご様子、その夜半、ね、朝4時に起きて役の行って、大阪からっていうことでしょうかね。帰宅して非常に疲れたご様子、その夜半、就寝中に異様な大声を2回上げられたため、奥様が様子を見に行くと、両手を上げられた姿でご逝去されていたということでした。急性虚血性心疾患86歳。亡くなるその日まで現役牧師。パウロのように信仰と伝道の道を走り抜いて、そのまま召されたこの方の人生の最後の最後にお目にかかり、このような立派な証を見ることができて、大変素晴らしく良かったと思っています。っていうね、手記をね、ブログでこの方が書いてるんですよ。これが なんていう方や。徳井由美子さんっていう名前言っちゃったが書いてるブログね、これも私のノートにね、あれリンク貼ってますので興味のある人は見てください。だから異様な声って多分私の推測ですけど、やっぱりこういう風にずっとアシュラムね、一人アシュラムをやって、だから天の使いが来たのか、イエス様ご自身が来てくださってたのかね、お前を迎えに来たよってそれに対してハレルヤとかね、あーイエス様とかそういう声だったのか、その声の中身まで奥さんは推測して勝手につけてないで、異様な大声が2回聞こえた、極めてね冷静な奥さんもね、だけどありのままを伝えてくれてる、これノンフィクションですよ、作る話じゃなくって。だから日本のキリスト教っていうのはこういう出来事がね、起こって、さもありなんていうのが日本のキリスト教の姿だわけなわけですよ。日本キリスト教団にあっても、そういう人、こういうことっていうのがあったって、私たちはやっぱり宝のようにね、大事にしないといけないと思うんで、手を挙げて。ほらもう、いよいよ永遠の命だ。ね。いよいよ父なる神様のところへっていう、そういうもう凱旋っていう言葉をつけるのがぴったりのようなね感じですよ。で、奥さんはあえてそういう言い方をつけて、主人の亡くなり方がこんな立派なね信仰的なものだったという言い方もしないで、ね、異様な大声を2回聞いたので覗きに行ったら両手を挙げた姿でね逝去していた、うん、で、病名は、診断名はこうでって書いてるだけでね。それを飾るわけでもなく、淡々と客観的事実だけを書いてる。でも読む人は読めば、私が今語ったようにね、それがね、分かってしまう。なんて大変なことだろうか。で、さっき山村に福音のってこれね、米子、だからね、ところを問わずそういうことが、だからそういうところまで行く、伝道に行く人がいた、いるっていうのがね、すごい尊いことですよ。
土地の因習が厚い壁となって先駆者たちの福音の種まきとその芽生えを幾度か拒絶し続けてきたのを見る。ちょっと文学的な文章ですよね。そこに与えられた証は小さいこととは言いながら総動員伝道の貴重な結実として一人の青年とその家族ね、一人大事なのは一人なんですよ。これがキリスト教クリスチャンの根本的な発想ですよね。で、総動員伝道ってまさに総動員だから組織的にみんなで寄ってたかってね、こう棒倒し棒引きじゃないですよ、わーっとムラムラと言って自分の方に棒引っ張ってくるみたいな感じでね、総動員でやるんだけど、その中で求めていくのは一人の人がイエス・キリストを信じて幸いな人生に入るね、最終的に天国に行くことができるね、それを伝える。だからまあクリスチャンってのはバカだよね。そういうこと本気で信じてるわけだからね。でも自分は幸せだと思って生きてるわけだから、まあ結構なわけですよ、私を含めてね。その人は鳥取県西白郡、西白郡、西白町なんとかかんとかに住く村上和夫系27歳、80歳の筋仲牧師と対照的ですよ。職業は大工さん、日本福音教会連合米子教会員、教会員になってると。昭和48年クリスマスに洗礼を受けたって書いてますね。で、米子市から25キロの山間部、米子って言っても遠いなと思うけど、そっからさらに25キロの山間部で近くになんとかダムがあると。彼は弓道以来遠隔の不便を厭わず毎回の集会に欠かさず出席、米子市内のっていうことですかね。結婚したばかりの夫人糸江さんを伴って励んでおられる。彼の現在の心境を例えば、神様に救われた喜びは言葉で言い表せない、ただ毎日十字架の愛によって生かされている、そのことを感謝するのみです。そして神の愛に生かされているものとしてそれにふさわしく生きたいと思っています。それは自分が救われたばかりでなく、母が救われ、さらに大病が癒された、大病にかかっているのが癒されたんですね。だからイエス様癒し主っていうこともあるわけですよ、救いということの中にね。いつも求めて文字通り癒されるっていうわけではないかもしれないけど、本当に特に医療が発達してないようなところではね、中国なんかも今中国の人口のうち1億人とかそういう規模でクリスチャンがいるって言われてる家の教会っていうのがある。そのバックグラウンドとしてね、イエスを信じてる者が病持ってる人とか悪霊に疲れてる人のために祈ってあげたら癒されちゃったとかね、悪霊が出ていってまともになっちゃったっていう、もう疑うことのできない事実を目にして、そこでイエスの教え、イエスの教えってこんなんですよって話聞いて、じゃあそういう救い主だったら、そんな力強い祈りに聞いてくれる神だったら信じますわーって言ってね、爆発的に。それから愛っていうことを示したわけですよね。文化大革命の中で誰も信用することはできない、ね、そういう中で本当にこの人たちは信用できる、クリスチャンっていうのは愛し合ってる、信用できるということで、爆発的に文化大革命で全てのものを根こそぎにね、毛沢東の愚かさによってやろうとした中で、もう非常に大きな見業があった。それと同じように日本でもやっぱり病が癒されるっていうようなことが時として起こるわけですよね。母が救われ、さらに大病が癒されたことを通して神様が生きておられることを知らされたので、神を知らない人々に福音を伝えねばならないとね、この方ですよ、この青年の名前が村上さんね、これを記者が米子まで行ったんですが、米子教会でって書いてますわ、写真のキャプチャーにね、取材に行ったんだ、足伸ばしてね、明日への決意に燃える村上和夫さん左と母親の村上さよさん、米子教会でっていうことでね、いやークリスチャン新聞の記者もなかなか精力的ですよね。東奔西走っていうことで、これでも39分57秒なんですね。
でお聞きになったらあなたに天地をお作りになった誠の神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、木曜日の日刊生放送をこれにて失礼いたします。コメント欄が総天気東海インスピレーション榎本康郎、そうなんですよ、役のね、よくアマゾン頼みます。早く来てくれて感謝ですね。便利な時代ですよね。辻中翔一、あ、その感じで会っております。三尊伝道ということでね、はい、年末年始休暇で自宅で聞いてます。ありがたいお話でございます。40分待ってしまいました。6時40分39秒、それでは失礼させていただきます。